はい、皆さんこんにちは。こんにちは。さあ、ベガルタステーション始まりました。お願いします。お願いします。僕目悪いんですけど、でだからまあ寝起きメガネじゃないですか。鏡見ようとしてこうやったんですよ、うん、で鏡も手に持ってこうやってるかって、やっぱまつげ入ってたわっつって、あれメガネはってなったんですよね。おお、本当にあるんだそれ。そうそれでメガネねえってやって、でもマジで見えないんですよ、うん、どこに置いたか覚えてないから、あれ待って下かとか思って、はいはいはい、だ変に動くと踏んじゃうから、あまずいってなって、そういうこと、うん、でこうある時にこう、あそうだよ、ここにかけてんじゃんってなったんですけど、はいはいはい、なんかこう第三者の自分と会話するしてたんですよ僕。なんかね、メガネないないってテレビでしか見たことないけど本当にあんだなって一人でやってたんですけど、はいはいはい、第三者の自分と会話することあります？俺めっちゃ会話する。あ、します？うん、名刺入れとか財布とか、はいはいはい、なくなるんですよ。いや、ここに置いてなくなるわけないじゃん、うん、みたいなツッコミみたいなのをずっとやるんですね。やります。よくね、ポケットに入ってる、あそういえば入れたわみたいな、はい、気合い入れたがためにどこ行ったかわかんないみたいな、それもあるな、ないわけないじゃんみたいなのをずっと言ってる。だんだんヒートアップしていきますよね。ないことに対してイライラもしてくるし、はいはいはい、なんかいや絶対あるでしょみたいな、出てこいよみたいな、出てこい、あるある、絶対さっきまでかけてたよみたいな、だんだんヒートアップした結果、最終的にこう、はい、しょうもなさすぎて、うん、笑っちゃうなって、犯人俺じゃんみたいな。そうそうベガルタステーション。さあ翔くん、はい、栃木戦コメントもまたたくさんいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またごめんなさい、読ませてください。あのジュビロサポのまたハガキ職人みたいな毎度毎度、はい、まあ狙ってる相良選手ね、はいはいはい、あのいい感じで育ててくれて感謝みたいな感じのことを書いてくれたんですけど、はい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 、僕あの相良選手より山形のエースナンバーちょっとおすすめしたいなと思って。実際ジュビロにどう？フィジカル軽い古川選手とかドリブラーの、あ、うん、とか別にそんなフィジカル重たいわけでもないですしね、うん、もうミスってもほら後ろに松原選手って言っても存在感抜群がいるから、うん、いいんじゃないですか、ね、昔のあの西選手ぐらいいけないかな、うん、あっちのね、下の名前覚えてない、黄金期ですね、ジュビロのね、そうそうそう、高原権、中山、七海、藤田世代の、あ、そうそうそう、うわ懐かしい西選手いたわね、テクニシャンなイメージだったけど、どうだったっけ、上原木田っていうこの久しぶりのコンビみたいですし、うん、あの爽やか、あの汗かかなそうなコンビね、うん、アイドルコンビね、あそういいじゃないですか、ね、木田選手の方がいいよ、おすすめ。あとね、晩ご飯に見てくれてますっていう方が見ましたよ、そのコメントね。あ、見ました？美味しくなるって言ってね。あ、そう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 、なるんです ね、この番組が美味しく ね、どんな料理と合うんでしょうね。確かにねどうなんでしょう、僕らの和食に合うんか洋に合うんか、そうですけどね、くほどなん繊細じゃないからね、うん、ハンバーガーとかですかね、ジャンクじゃんちょっと胃もたれすんな今日みたいな、なるほどな、たまにちょっとライスバーガーとかちょっとは攻めてみようか、はい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 、ちょっとうわ今日もた今日ビッグマック重いみたいな時とか、もう一方、山口から補強したエアバトラーいますよね、補強としてはとても良いんじゃないかと。これに関してはね、はい、企画考えてますから、はい、後々ね、後々温めておきましょうか。そう、温めておこう。栃木戦見て、うん、僕はまあ痺れましたけど、いかがでしたか？僕もね、痺れましたよ。あ、痺れました。前半に関しては今季1なんか迫力あったんじゃないですか。うん、点もポンポンポンって3点取れたっていう結果につながったのもね、はい、この痺れの度合いにも比例してる気はするんですけど、はい、良かったと思うな、すごく。まさか最初にね、あの展開で取られるんだっていうね。確かに確かにでもいいよね、やっぱ今年のベガルタはなんかずっと開幕からここまで通して先制点取られてもみたいな、うん、こっからですねみたいなのがね、はい、あれを感じるよね。まあ各々の、うん、特徴あるじゃないですか。でなんかそこに対して俺たちにはこれがあるっていうか、こいつがいるみたいな、お互いになんかいい感じで信用し合ってる感じがありますね。ありますよね、カタールワールドカップの時のアルゼンチンみたいな。あ、そう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 、メッシダメでもディマリアいますよみたいな、
はい、でもやっぱ最後の最後メッシでまとまるみたいなとこですか、うんうんうん、そうですね、そういうとこあるってことはつまり今年優勝するってことですかね、アルゼンチン同様ってことで いいのかなでも本当そこもね、まあでもねちょっと長崎が調子良すぎますね本当にねっていうところで、そうですね、自動昇格権ギリ届きますよね、全然まだね、うんうん、まあね今の感じだとね追いつかれるからね、やっぱ後半のね、はい、戦い方というかそこをね、森山さんがあーってやってるとこ見える、なんかもうすごいもう印象づいちゃった追加点取って逃げ切るのか、うん、守備がっちりでもう絶対1点あれば十分ですよぐらいの守備のなんか統率、うん、これベンチワーク含めて、うんうん、そっちに持っていくのかっていうところもなんか痺れるよね、そこもね。あ、そうっすよね、願望としてはね追加点取ってやっぱ優位に進めたいってとこでしょうね、うん、見てる側もそっちがいいっすねやっぱね、うん、攻めこそが守りみたいな姿勢がやっぱ、はい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 、まあそれでひっくり返されるたらまあしょうがないってこと、うん、なんかいいんじゃないですかね、もうそれはそれで、うん、っていう気がしますしますね。ただ僕あれなんだよな、この間 その2点目取られた時に、うんうんうん、反省してないなと思ったのぞ。クロスからのヘディングでしたよね。そうそうそう、長崎戦の同点弾、うん、あれとほぼ一緒だったんで失点の再現性は良くないですね。あ、そう、うん、であれついてたの誰だか覚えてますか。うわ、マセタクミなんですよ。そうだ、あれダメだと思って僕オフサイドを取りに行こうとしてたんですよ、うんうん、2センターバックはね、うん、マセ選手だけ1人残ってたんですよね、うんうん、でこう中途半端にやばい俺残ってると思って、うん、ちょっとこう前に行ったんだけどボールこう入ってきて、うん、こう宮崎選手の方が一歩早く行ってたから、うん、でもオフサイドってアピールしてちょっとね戦うことをやめてたんですよ、うん、でそれでなんか試合その止めてくんないからはい、はい、あやばいやばいっつってその宮崎選手のとこに行った時にはもうすでに形ができてて遅しっていう、ね、はいはいはい、はい、あそこなんかさその翔くんも言ってたけどさ、はいはい、審判に委ねてるよ点数取られてるようじゃさダメだって。そうですね、なんか後からラッキーで取ってもらえばいいじゃんみたいなさ、うん、はいはいはい、それはあるねって思いました。ちょっと失点の再現性はよろしくないということでね、うんうんうん、まあ、次また改善していただければっていう。次ですよ、次もなんかビッグじゃないですか、なんか重いね次は岡山ということで、うんうん、前回やられてますからルカオが美しかったイメージしかないな。そう、想像よりもやられてました、ね、あとあれだ、金髪のそう岩渕選手若頭と、これ一番もしかしたら悔しかったんじゃないですか、ベガルタ選手たちもしかしてっていうぐらいやられましたもん。あ、そうだ、何にもできなかったんだ。でもまだこの前やったばっかなんですね、17節だからもう6試合ぐらい前。変化はあるのかな両チーム。そこまでそこまでね変化がっていうところですけど、まあ、でも多少なりともちょっと変わってきたりしてるところはあるのでね、岡山の前半を振り返りつつチェックしていこうかと思います。はい、現在5位ですか。おお、まあ、言うてベガルタよりは下なんですね1個ね、うん、でもまあ勝ち点差的には1ポイント差しかないのでね、はい、6ポイントマッチということで、びっくりしたんですけど岡山よりも仙台の方が点取ってるんですね。これも1ゴール差なんですけど、うん、どっちかっていうと岡山はここまで守備の方がなんかうまくいってる感じなんですかね。19失点で少ないっていうところ、去年はすごい攻撃のイメージがあったけど、うん、今年は同じ木山体制ですけど、はい、守備からしっかり入っていい攻撃につなげて、なんかいいフィニッシャーというかね、いますしね、岩渕選手とかもいるから、うん、っていうなんかいい守備からいい攻撃みたいなスタンスになっていってるんかなっていうところありますよね、はい、最初のレポートだとディフェンスリーダーがいなくて、はい、バイス選手が抜けてね、そうそうそう、うん、なんかそんなに思ったほど後ろ固まってなさそうな感じだったけど固まったんか。そう、まとまったみたいですね、うん、去年は得点力を高めようみたいな補強というか、はいはいはい、今年は適材適所みたいなね。あ、そうですね、ね、藤田選手とかね、はい、うわ渋いねっていうこれは2が好む補強だなみたいな、はいはいはい、補強をして今年はその木山監督の下でアグレッシブかつ堅実な戦いみたいなところを目指してやってって、うん、スタートダッシュは成功しましたね。自動昇格圏内とかにも入ってたね前半戦もしかしたらっていうぐらいスタートダッシュは調子良かったんですが、はい、まあ、その立役者だったそのグレイソン選手ですね、
おお、そうだった。ベガルタ戦を前に怪我をしてしまい、はいはい、とかガブリエル・シャビエル選手とかね、うん、あのスタッフさんの好きな田部井選手とかも、はい、まあ、怪我とかで、まあ怪我人が多かったんですよね、うん、だけどその今年は守備からやっていこうというところもあって、堅守をベースにね粘り強く戦って今に至るみたいな、うん、なるほど。お寿司屋さんでよくあるんだよな、フェアみたいなやってて、あ、このネタ食いたいなと思ったら、うん、あ、すいません切れたんですよみたいな、はい、いいネタほどね、グレイソンとかさ、ね、はいはいはい、ガブリエル・シャビエルとかさ、普段頼まないとことかを行かざるを得なくて、あ、そうそうそう、ちょっと光物とかよくわかんないけど食べてみようと思って、うまみたいな、フジタうまみたいな、そうそうそう、フジタめっちゃうまい、脂乗ってるやんみたいなありますよね。はいはいはい、怪我人がいい方向にね、うん、なったんでしょうね岡山は。なるほどね。基本的には布陣は 3-4-2-1 ですか、ちょっとポジションごとに、まずキーパーとディフェンス部門ですけど、うん、キーパーはねもう花があるよね。花ありますね。セーブする前の空間で目に入ってちょっとボール1個ずれるとかベガルトもなんかそういうシーンあった気がするんだよな。解説の人が、はいはい、キーパーに目行ってましたねこれ多分ねとかって言ってた気がする。でもなんかそういうのありそうっすね、なんかちょっとここ入ったら、え、なんか、え、望むんだけど、一瞬のこうね迷いとか、ちょっとうまく足に当たんなかったりとか、オリバー・カーンが怖かったとかってなんかフォワード誰か言ってた気がするんだよ。うわ、でも怖いだろうな絶対絶対怖いですよ ね, ね、まあ、ブローダーセン選手がもうそういう迫力満点で止めて、まあ、そのセーブ率でもまあ上位安定のセービングですよ、文句なし。ディフェンスのところですけども、田上大地選手っていう選手がね中心にやってたんですけど、あ、なるほど、そうそうそう、本当は去年 MVP 級の活躍だった鈴木義武選手っていう、はいはいはい、ディフェンダーの選手がいるんですけども、うん、この選手が序盤でね怪我で離脱しちゃったんですよ。あ、そうなんだ。そうそう、それがあってセットプレーとかね、なんか終了間際のこの締める部分っていうところで失点をしちゃう場面があったんですけども、田上選手がね頑張って中心になってやってたって、まあ、柳選手とかいますしね岡山ね、うん、田上選手っていうのがねその長崎とか新潟で J1 昇格請負人みたいな、勝者のメンタリティみたいなところではちょっとバイス選手を、あ、なるほどね、彷彿とさせるような、うん、でこの仙台戦に向けてね注意したいのが、仙台戦は鈴木選手出てなかったんですよこの前は、はい、しかし戻ってきましたよ。おー、3バックの左をやることが多いんですけども、うん、岡山はこの左サイド鈴木選手がいないと攻撃の部分でちょっとスムーズにいかないなってちょっと木山監督がね思ってたらしいんですけど、これが戻ってきて左サイドの末吉、鈴木、岩渕っていうねこの縦のラインがしっかりして、またちょっといい感じに仕上がってきてるっていうのがこの前の対戦とはちょっと変わったとこですかね。ああ、面白いじゃん。でなんかね左サイドにねまた藤井選手っていうね高卒のねなんかルーキーをね使ったりしてんだよな木山さん。何試合か前からもなんか常にベンチには入れてて、この前の試合ではスタメンで出てたんですよね。結構高卒の割になんかもう体がっちりしてて、解説の人も言ってたんだよね、高卒とは思えない体ですねみたいな。でも末吉選手の方がやっぱ嫌ですよね、なんかあそこね。末吉選手ってなんかもともとね嫌な、あのトゲある言い方になりますけど、はいはい、味方が助かるタイプっていうよりかは、うんうんうん、敵が嫌がるタイプ、ネチョネチョしてんだよなんか振り払ったと思ったらまだ来んのかみたいな、そう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 、倒れだと思ったら倒れないんかいみたいな、ね、ちょっとありますよね。あるよね。で次ミッドフィルダーですけども、はい、ミッドフィルダーはもうね安心安全のもう、ああ、そうですよね、すごくいいダブルボランチですよね。調べて分かったんですけど、藤田選手と竹内選手がやってるじゃないですか、はい、お互い同学年のベテランコンビなんですね。お、そうなんだ。そう、お互い33歳っていう、おすごいいいコンビですよね。なんか、うん、主人公が藤田選手みたいな感じの漫画で、はい、高校生でね、うん、この学校に転校してきました僕みたいな、そしたらとんでもない不良学校でしたここはみたいな、うん、それでその頭張ってるのが竹内みたいな。あー、なるほど。でもあの見た目なのに、うん、実はめちゃくちゃ優しくて、この二人でこの学校の問題をデコボココンビで解決していくみたいな、それぐらいちょっと裏表がねいい意味であるなっていうね、うん、
甘辛コンビみたいな感じですか。本当に藤田選手はすごい豊富なね運動量というか、もうめちゃくちゃ走り回って汗かくタイプですよね。うん、竹内選手は結構やるとこバシやって、きつめの縦パスとかなんか入れて、ちょ攻撃のスイッチ入れる役割みたいな、はいはいはい、藤田お前がボール取っとけみたいな、はいはいはい、で俺によこせ、はいはいはい、それがなんかいい感じにね、なってるよね。でこうベンチにまたこの若狭選手とかね、千葉選手っていう中盤の選手がいるから、疲れた後もまあ層がベンチも厚いっていうところ、うん、真ん中のセンターラインはもう J2 トップクラスぐらい、そうですね、安定感あるなっていう、うん、であとウィングバックね、この末吉柳っていう両翼ですけど、はい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 、これもいいよね。 そっちにも柳なんだよな。 そっちも柳なんです。そっちの柳も柳なんだよな。柳柳元ベガルタですけども ね、末吉選手の方はワンゴールでアシストこそないんですね。ないけど、その持ち前の、ね、ハードワークとドリブルとねちっこさで存在感を出しつつ、うん、で僕的にこれ柳選手ってこんなタイプだったんだっけみたいな。で今1ゴール3アシストでも数字でも結果残してるんですけど、パワーというかがむしゃらというか、なんかファールなのかどうなのか際どいスライディングしたりとか、はいはいはい、なんかそういうちょっとヨーロッパの体張る系のイメージだったんですけど、あれこんなにドリブル切れあったっけみたいな、こんなにターンの時になんか相手を置き去りにするぐらい裏取れるような足元の技術あったんだっけぐらいなんか衝撃を受けてるんですけど、はいはいはい、ベガルタ行った時からそんなだったみたいな。コンサドーレで開花したんじゃない、なんかあの西大吾チックのさ、サイドバックでありながらもっと自由にやっていいんだぜみたいなさ、うん、はいはいはい、それで自由にやった挙句レンタル先で自由にしてたんですね。いやでも本当にね、この前の仙台戦も結構嫌だったね、右サイド。あ、嫌だったね。確かになんか肩にはまってない動きして、中入ったりとかしてたな、うん、今度の戦いもキーマンじゃないですか、意外と、うん、で右サイドの方が多かったですもんね、攻撃されてる回数。そうですよね、ルカオが右に流れてみたいな、でその後ろなんかしっかりついてってみたいなね。そうなんですよね、そここそ本当再現性がないようにあ本当だよしていただきたいですけど、はい、そこですけどね。であと岡山はいいのはあれですね、シャドウインサイドハーフのとこもね、うん、多種多様でいいですよね。本来はねガブリエル・シャビレ選手がブイブイ効かしていくイメージだったんでしょうけども、あのポルトガルでいうクリロナみたいなね、みたいなブイブイやってはい、はい、行くイメージだったけども、早々で怪我していなくなってしまいましたから、はい、でもそれがねやっぱ良かったんだろうね。タレント豊富なんだよな、ここが岩渕選手いて、木村拓也選手いて、田中雄大選手ね10番の、うん、とあとレッツからレンタルで来てる早川選手、うまいんだなあの人ね、4人とも全員なんかタイプ違うなっていう。確かに岩渕選手はこう抜け出しとかね、うん、うまくて、木村選手は結構パワフルなドリブラーみたいな、うん、とこあって、田中選手はなんだろう、センス、うん、嗅覚、うん、いいみたいなね、はい、とこあって、早川選手はもうあれですよ、相良選手っぽいというかベガルタでいうと、はい、強気のゴール常に狙ってますみたいなね。そうそう、レッツから来ました感がすごい。なんか各々なんか違うスタイルのチームで10番つけてましたみたいな感じのイメージだね。確かにね。でチームのコンセプトがなんかその、うん、ゴール取れみたいな感じのチームなのか、足元で見せろみたいな感じなのか、ガッツ見せて戦えみたいな感じなのかみたいな。うわ確かにね、そんな気するわ、うん、するよね。っていう本当ね、監督困らせるね、いい選手がいっぱいいるんですよ、シャドウにね、うん、だからガブリエル・シャベル選手もなんか練習戻ってきてるらしいですけど、おお、でももう、ね、もう出番ないんじゃないっていうねぐらいのとこで、岡山ミッドフィルダーは本当に素晴らしいですね、うん、っていう。最後フォワードですけど、うん、フォワードがねちょっと怪我人が多いさ、グレイソン選手はじめ、あと大卒ルーキーのね太田選手っていう選手もいるんですけど、はい、その選手も怪我してて、ルカオか斉藤圭太選手かみたいな、お、そうなんだ、二択なんですけども、うん、ちょっと斉藤圭太選手もね今までちょっと1ゴールしか決めてなくて、試合出てもなんかうまくフィットしてないっぽいっすね。ルカオ選手がね存在感出してるから、まあ、いいっちゃいいけど、プレーの割にゴール数そんな少ないんじゃない、うん、今2ゴール2アシストってとこですか、うん、だからフォワードはね物足りないですよね、数字で言うと
偽物のフォワードみたいな、ストライカーって感じじゃないですよね。ダメ、ダミーみたいな、いい引き立て役というか、ね、あ、そうそう、そういう感じなんで、だからやっぱ夏にはストライカーを補強する可能性多そうだなっていう、確かに、ふうに思ってたら、その岡山の GM かが、この夏の補強はストライカー狙うっていう記事を見て、はい、やっぱ岡山ですからね、資金もあるんで、ね、うん、龍之介とかどう？まさかの、あ、もちろん完全では行かせないけど、レンタルでね、うん、まさかすぎるね、ああいうタイプ欲しいんじゃないの？どうなんだろうね、それかエロンか。それこそ梅木選手が欲しかったじゃないですか。確かに。で、J1 とかから取ってきそうじゃないですか。J1 から取る。でもさ、なんか J2 好きじゃない ？J1 から取ってるっけ？確かに同じカテゴリーから取ってる気もしますね、確かに、ね、でも今年は多分かけてるからな、なんか、あ、もうレンタルでもいいからとりあえず J1 行こうみたいなので、出場機会ない J1 のベンチの選手とか狙ってそうじゃないですか。まさかのソルバッケンとかに声かけてほしいけど一回裏出たじゃんみたいな。確かにそれできたら面白いけどね。シュビルツを契約満了ちゃうんかいみたいな。そうそうそう、まさかの、そういうのありそう。ちょっと今後の動向も楽しみな岡山のフォワードっていう感じ。はい、ね、そんな感じでございます。うん、楽しいな岡山。いいね、やっぱね、岡山でも人気なんだもんね。チーム的にどんどん成長してなかったっけ。去年ぐらいからなんかこんな岡山って集客するんだみたいな。うん、いいんじゃないですか。5位だし、自動昇格圏内を狙いますし、暑いね。で、暑い方に乗り込まなきゃいけないんですよ、今度ベガルタがね。岡山のスタジアム行ってみたいよな。てか岡山シンプルに行ってみたいですね。遠いから面白そうですよね。あ、そうそうそう、旅行って感じするからね。うん、岡山戦のポイントに関しては守備に特徴があるチームですよね、両方今季はね。うん、あの時よりはベガルタは自信は持ってるはずだよ、特にオナイユとかフォワードあたりは。1回目の対戦で1対4でやられてますからね。もしかしてこれダービーとかよりも悔しい思いってやっぱ燃えやすいじゃないですか。はいはいはい、だからいいメンタルになってるかもしれないですね、やり返すっていう意味で ね。ちなみにあれは田部亮はまだ出てないね。出てないか。レンジとあれしてほしいんだよな、対決してほしいんだよな。大学でダブルボランチコンビなんで。いいよね、それ見たいっすよ ね。どんぐらいの怪我なんだろう。ベンチにも入ってないと思うんですよ、まだ。そういうのいいよな、なんか同級生対決じゃないけど、ね、これ岡山と次徳島かやったら休憩に入りますもんね、 J2 中断になるから、まあ、もう2試合なんでね、もう思う存分思う存分やってもらってね。はい、いや岡山倒したら結構また自信つくんじゃないですか。1対4でやられてる相手ですし、自動昇格圏内にもしがみつくためにもね、はい、ぜひ岡山の地で勝ちましょうということで、はい、今日のベガルタステーションは以上でございました。また次回お会いしましょう。さよなら、さよなら。